清方香る方偽装男子が、当延明427年11月は、中国の儀新南北朝時代、当新末から南朝僧の文学者。字は元助、または縄仙、字が延明。死後友人からの送り名にちなみ、安施設先生、または自伝的作品、五流先生伝から五流先生とも呼ばれる、人名祭僧の人。 郷里の伝園に陰遁後、自らの作業に従事しつつ、日常生活に即した詩文を多く残し、後世には陰一詩人、伝園詩人と呼ばれる。当園名の四子年、子古に、命区によると、その祖は、神話の皇帝、三角行に遡るという。祖先は、三国暮れの養父将軍、東丹であり、東丹の子で、東神の大詩� 調査軍校の当官は曹祖父にあたり、祖父の藤茂は武将軍大使となったというが、詳しいことは不明である。母方の祖父には猛家がいる。いずれも門伐が重視された疑心南北朝時代においては、関門と呼ばれる下級氏族の出身であった。当延命は393年、公衆祭主として出資するも短期間で辞め、直後に主母として招かれたが就任を辞退する。 399年、公衆史し還元に使えるも、401年には、母の申子の孟に服すため辞任。404年、陳軍将軍、竜友に参軍として使える。これらの出資は主に経済的な理由によるものであったが、いずれも、下級役人としての職務に耐えられず、短期間で辞任している。405年秋8月、宝宅県の県令となるが、 八十数日後の十一月には辞任して帰京した。以後、東園名は陰遁の生活を続け二度と出資せず、ロザンのエオンに支持した、周続くの京山に陰性した、劉移民と、人用の三院と称された。陰性後の出来事としては、408年、火事にあって、屋敷を失い、しばらくは門前に燃やう船に寝泊まりする、百十一年、妻を南村に移すも、同年、 陰遁生活の同志であった重帝の統計縁を失うということがあった。このまも遭神及び劉遊が建国した僧の朝廷から招かれたが、いずれも応じなかった。427年、死去。去年63。その類は、友人で当時を代表する文人の元のブユによるものであった。当園名と子供の像。当園名は384年頃に結婚したが、 394年頃に死別した。その後敵氏と再婚した。両妻の間に、東源、東氏、東墳、東一、東刀という5人の子がいた。東遠名、万象堂、畜生エデンより、元のないことを抱えるのは、照明大使、昭東の東遠名伝に記された古事による。現存する東遠名の作品は、詩、三分を合わせて1 3十四日が伝えられる。 その中でも、田園誌と呼ばれる、江南の田園風景を背景に、管理としての世俗の生活に背を向け、いわゆる成功うどくの生活を主題とする一連の作品は、同時代及び、後世の人々から、理想の隠逸生活の体現として高い評価を得た。陰逸への気球を主題とする作品は、当園名以前にも、マネキン優先紙などが存在し、当園名が生きた。 当真の時代に一世を風靡した原古都市の一部もそれに当てはまる。しかし、これらの作品の多くで歌われる内容は、当時流行した原学の影響を受け、世俗から完全に切り離された忍者の生活や、関連的な老僧の哲理に終始するものであった。当演名の作品における意日は、それらに影響を受けつつも、自らの日常生活の体験に根ざした具体的な、 内実を持ったものとして描かれており、詩としての豊かな叙情性を失わないところに、大きな相違点がある。当延明は、同時代においては、古今陰一詩人の胸という表に見られるように、陰一を主題とする一連の作品を残したユニークな詩人として、両のテルア明大使の、よ、その文を愛したしなみ、手より得のうはず、なおほその得を思い。 時を同じくせざるを恨むのような一部の愛好者を獲得していた。一方、修辞の方面では、疑心南北朝時代の貴族文学を代表する、きらびやかで新規な表現を追求する傾向から距離を置き、飾り気のない表現を心がけた点に特徴がある。このような修辞面での特徴は、陰一詩人としての側面とは異なり、小坂へが紹介する、よ、 その羊辱を炭図の瀬表のように、同時代の文学者には受け入れられなかったが、当代になると次第に評価され始め、宋代以降には、延明詩を作ることをおからず。しかれどもその詩、質にして実は、木にして実は、ゆなりのように高い評価が確立するようになる。当延名には、詩の他にも、自負、三分に十二編の作品がある。巨来のや、 十火元気が特に有名である。前者は、宝田クレイを辞任した時に書かれたとされ、当園名の伝園詩人、陰一詩人としての代表的側面が描かれた作品である。後者は、当時の中国文学では、数少ないフィクションであり、東洋版のユートピア、理想郷の表現である桃源郷の模源となった作品として名高い。他にも、自伝的作品とされる。 五流先生殿や非常にあやかな内容で忍者としての一般的なイメージにそぐわないことから愛好者であるテルアキ大使に白壁の穂の傷と評された感情の負などがある。近年間の全役所のみ、近年観光を主に記載。ありがとうございます。